あ、あ、音は大丈夫ですね。なんか喋ってみてないですか。ああ。オッケー、オッケーですか。オッケーですか。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。あきらのタロットカフェの時間やってまいりました。今日はなんか。オンエア中にこう写真を撮るというのもですね、また一つの。焼津ユーストリームクラブ名物というかですね、なのかもしれないですが、今日はですね、6月の3日月曜日ということで、ですね、6月の一発目ということでですね、まあ、私占いセラピストアキラがですね、1時間、お送りするアキラのタロットカフェ、というのですね、まあ、今日も、やってまいりたいというふうに思います。ゲストの方ですね、もう隣にすでに座ってくださって、スタンバイの方ですね、してくださっております。まあ、先ほどもちょっと僕 YouTube で、ですね、まあ、タロットカフェのご案内というかですね、まあ、上げて、おいたんですが、焼肉屋好楽さんのですね、西谷明子さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそ占いの館へ。怖いよ。そんなことないですよ。はい、まあ、あの写真カメラを感じた。はい、そうなんですよ。なんかですね、僕人の視線は感じないんだけどレンズは感じるんですよ。不思議とですね、なんかレンズがあるとこう後ろからでもなんかこう、なんかこう、よく心眼って心の目とかっ ってこうあるじゃないですか。 あ、はい、うん、あれが働くんですよ。なんか、うん、後ろにレンズ構えてる やつがいるみたいな。思うとこうパッて振り向いちゃってですね、ついついなんかカメラ目線ってよく言われるんですよ。あ、うん、もう特にそう。いや、後ろに立つなってことじゃないけど。そうなんですよね。カメラを持って後ろに、うん、はい、というところなんですけど、ついカメラ意識して、つい見ちゃうんですよね。うん、ということなんですけども、もうすでに4人の方が見てくださって、ですね、いう感じなんですけども、はい、今日もよろしくお願いします。はい、何回目ですか。3回。あ、よかった、3回目でいいです、ね。はい、あの、僕の YouTube には今世界にもう一応投稿済みなんですけど、うん、好楽さんは今回で3回目って僕言ってあったのでですね、ここ間違えるとまたちょっとお互いなんか変な感じですね。その、うん、1回多いとおかしいし、少ないとなんかまだそれはそれで多分あきこさんが嫌じゃないですか。そうですね。それはね、はい、そうですよね。 まだ1回多い方がいいですかね。ですよね、うん、はい。まゆみさん、あ、こんにちは。音が遅れて聞こえる。音が遅れて聞こえる。聞こえるよ。じゃなくて、うんうん、音が遅れて聞こえてるよっていうことですね。どうなんですかね。ディレイとかかかってないですよ。まさかそんなエフェクトはないですよね。まあ多分、まあこっちの場合もあれば、あ、こちらの何か不具合ですね、まあ、機器の不具合である可能性もあるし、またはその見てる側の方ですね、場合もあるしですね、うん、まあ、もしかしたら映像とこう声がなんか遅れて、まあ、いわゆる遅延が発生している状態なのかもしれないしといったところなんでしょうか。あ、ということでですね、うん、まあ、あの、これご覧になられている方、初めてという方ももしかしたらいるかもしれないので、はい、簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、3回目になりましたが、うん、はい、焼津の三ヶ廟、静岡の焼津の三ヶ廟というところで、はい、焼肉屋を3人で細々と営んでいる西谷と申します、うん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもです、ありがとうございます。ガイアが、ガイアが、そうですね。ガイアがなんかすごい盛り上がってますね。微妙に微妙に、まあ、僕はそこまで言ってないですけど。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします、うん、微妙です。微妙ですね。僕はどうやってリアクション取ったらいいのか。素直に微妙です。微妙ですか。はい、まあ、アキラのタロットカフェということでですね、まあ、あの、うん、
いろんな占いもあったりとかトークもあったりとかですね、というところなんですけども、今日はちょっと特別にですね、特別というか、まあ、オープニングちょっと僕集中してたんですよ、オープニング5分ぐらいですね、集中してちょっと外界の、こう外界のというかですね、外のこう声とかそういうのをできるだけこうシャットダウンしてですね、占いに集中していて、実はここに占いがカードが並んであると。これって何だと思います？これいきなり変な聞き方をしますけど、現在過去未来、あ、なるほど、そうきましたか、はいはいはい、もちろんそれもそうなんですが、うん、ですね、うん、これこっちから見るんですけども、うん、これ後からですね、明日中にフェイスブックに上げたいと思います。オンエア中に撮るなとか言われそうですけど、これ後で片付けちゃうかもしれないからすいません、ちょっとご容赦ください皆さん。よし、はい、これちょっとですね、まあ、あることを占ったんですよ、はい、あきこさんの、え、明日なんてことはないから大丈夫です。野球、あ、野球じゃない、はい、うん、あ、はい、野球、なんでもない、最近野球のことをなんか、あ、はい、そうです、西武ライオンズがですね、日韓じゃなくてセパ交流戦というですね、あのセリーグ、あ、野球はよくあんまり知らない、あの野球ってこうセントラルリーグとパシフィックリーグって分かれてて、プロですね、まあ、あの普段はその6チームずつでやってるんですけど、まあ、ある時期ですね、交流戦っていって、お互いのリーグの違う同士とこう試合をするのが今なんですよ。今それやってるんです。それなんですか。そうそうそう、うん、なので、うん、その時だけは、あ、もちろん普通のなんていうんですか、その1年間通した成績っていうのでも競うんですけども、その交流戦っていう期間だけの順位っていうのも争うんですね。それを、あの、その優勝チームを占ったんです。西武ライオンズ。西武ライオンズ。ただいま第4位。4位ですね。ゲーム差が 1ゲームって言ってですね、もう本当にあの一番上のチームがですね、さっき調べたんですけど10勝5敗なんですよ今、一番1位のところが、西武は9勝6敗なんですね。あ、もう1日で1位になるような、うん、ところまで、ちょっとなんか最初調子悪かったんですけどね、西武が、うん、来てるかなと、来てるんですね、うん、なんかアキラの力が来てるかなって。来てますよ、来てます、来てます。オリンピックのこともありますからね。ですね。ありえますよね。ありえますね。もうこれで西武優勝したら僕なんてみんなに言いふらそうかなってですね、思ってるんですけどね。全世界に言いふらしましょう。あの、オリンピックでもあて、野球でもあて。ですよね。確率高いです。そしてこれも当てに行くというですね。これも当てに行く。はい。はい、これは何だろう。スポーツとか見ます？女子サッカーを見ますね。あ、女子サッカーをやられたとかじゃなくて、あ、いや、じゃなくて、うん、見るのは女子サッカー、あ、なでしこジャパンとかそういう、うん、なんですね。それじゃあもしかしたらご存知なんじゃないですか、明日、明日絶対に負けられない戦いがそこにはある、あるんだ、明日あるんです、あるんですね、はい、ズバリですね、これ日本対オーストラリアのスコア、試合勝敗などのですね、ところがここに出ているんですよ。これで出てるの。これでも日本っぽいですね、柄が。あ、な、そうなんです。あ、日本っぽい。日本っぽいじゃなくて、そういうやつなんですね。そういう意味ですか。日本が勝つとかそういう意味じゃなくて。うん、あの、これ、じゃこれなんですね。日本が勝ちそうなタロットですね。あ、そうきましたか。はい、あの、和タロットって言ってですね、和風のタロット。うん。カズタロットとかさっきちょっと聞こえてきましたけど、ね。誰がそういう。和。でもカズさんこのカズじゃないですもんね、作りますか、カズさんなんかコスプレかなんかのやつを撮って、いや、そういうプロジェクトあったんですよ、タロットプロジェクトって言うんですけど、うん、コスプレとかで要はこういう、まあ、忍者みたいなのがあるじゃないですか、こういう写真を撮るんですね、こういうの撮ってカメラマンに撮ってもらって、それをカードにする、うん、カメラマンだからちょっとやる気満々です、うん、いや、僕結構やる気満々なんですけど、タロットプロジェクトやっちゃいましょうか、モデルになっちゃう、うん、いらない、いやいやいや、やってください、あそこにもいる、ちょ、これやってください、これ、これ、これは姉さんがあ、これこれ姉さんのあの写真でいいんじゃないですか、あ、うん、そうですね、うん、そうですね、あとはいくらで売ろうかとかそんなところがですね、ちょっとお金の話もしながらですね、最近なんかお金の話に結構あら、まあ目覚めたみたいです、あら、まあ、一枚かましていただいて、あ、そうっすね、はい、ということでですね、
はい、あ、こんにちは、ありがとうございます。プチアウルさんですね、いつもありがとうございます。こんにちは。はい、愛媛県の松山からですね、来ております。ありがとうございます。皆さんこんにちは、松山配信所との2画面で、あ、いつもありがとうございます。西谷さん、いつもいいねありがとうございます。あ、いや、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、今治ったよということで、まゆみんさんですね、けんちゃなよあきらしファイティンということですね。ありがとうございます。大丈夫、うん、大丈夫と頑張ってということですね。私も頑張る、いらない、そういうのは。いや、頑張ってください。うん、この後、まゆみんの配信にも、あ、そうそう、綺麗になりたい、いいですね。この後ということでですね。うん、で、そう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 、これ、ですね。うん、まあ、過去、現在、未来とかいろいろあるんですけども、これですね、まず、どうですか、普通に考えてですよね。うん、こう、星っていうカードが、真ん中に。出て、これ、このカードのまた面白いところがですね、この左側に意味が書いてあっちゃうんですね。本当だ、うん、そうなんです、希望、希望なんですね。ちょっと大人の事情でこっちも見せてるんですけど、ね。はい、希望というですね、のがあります。まあ、簡単に言うと希望がある、希望がある、希望があるんですね。希望があり、そして過去、現在、未来とですね、うん、はい、いうところで、まあ過去、うん、まあ、やり直しとか再生とかですね、から始まりですね、ヨルダン戦を敗れましたので、ですね、そしてこの間のブルガリア戦も大丈夫かというふうにですね、またちょっと忍者と、簡単に言うと探求、自分たちのサッカーをもう一度こう探求し直さなければならないというですね、いうところとなって、そして、まあ、頑張っていかなきゃいけないんですけど、未来のところに無謀っていうふうにあるんですよね。無謀、どうなんだ、うん、そうなんです。この無謀をどう考えるのかというとこですよね。うん、で、そして今度はこの対策のところに常識っていうですね、うん、なんかこう基本とかなんかそういうところを見ていくといいのかなとですね、基本に立ち返るとかですね、いうところ、原点に戻ると、うん、いうところ、もうなんかリーグ戦のスコアとかなんかそういう、まあ、今日本は結構余裕のある状態なんですよ。なので本当は今日引き分けて、あ、明日ですね、引き分けてもワールドカップ出場はいいんですね。あ、そして日本でやれるっていうすごい条件としてはかなりいい条件なんですね。うん、なんですけど、ちょっとそういうことを忘れてですね、うん、本当にこう相手を倒すんだっていう気持ちが大切なのかなというところですね。うん、で、まあ、こちら不正という相手の状態ですね、オーストラリアですね、不正という、まあ、正義というカードの不正というところで、うん、まあ、何かこう、うん、ちょっときつい当たりであったりとか、あですね、まあ、いわゆるパワープレイって、オーストラリアっていうのはすごいこう体が大きくてですね、うん、こう高さとかそういうので勝負してくるというですね、サッカーを結構得意にしているところではあるので、ちょっと日本からすると不利な状況に置かれつつあるかもしれないいいけども、うん、でもそうです、これ日本代表の状態ですね、達成のカード、達成のカードはここにですね、この日本代表のですね、この達成のカードがあーですね、出ていると、日本代表の願望であったりとかですね、そういうふうになっていて、うん、そして希望というところ、うん、まあ、そういう意味ではですね、確かにこうなんか大丈夫かなっていうカードがありながらも、こう周りのちょっと不安なところですね、いうところもちょっと感じつつもですね、感じつつもでも最後希望があるというですね、うん、ところになっていくと、うん、いうことで、うんうん、スコアと、スコアというかまず勝敗ですね、うん、日本が勝つと、勝つぞ、日本が勝ちます、勝ちますよ、ちょっと小さい、日本が日本がまず勝つですね、僕の占い結果としてはですよね、日本勝利、ワールドカップもちろん出場ということですね。そして、スコアですね、何対何という意味ではですね、おそらくはオーストラリアも頑張るでしょうから得点は入ると思いますので、1対0っていうことはですね、ないと思うんですよ。で、その中で、ですね、まあ、すごくこうですね、うん、そうですね、うん、まあ、ちょっと試合の動きとしては、うん、そんなにたくさん点が入らなさそうなんですけども、うん、でもちょっと今回のやつは難しいですね、形としてですね、なんですけども、うーんと、そうだな、うん、
うん、困ったなっていうぐらいですね、結構悩ましい状態なんですよ、今回の関に関してはですね、日本は勝つでしょう、あとは2対1か3対2かのどっちかっていうふうなとこですね、ということで、3対2で日本勝利ということで、3対2で日本勝利、はい、はい、もうこれ録画に残ってるしいいですね、なんですけど、3対2で日本が勝つかなとですね、いう形に出場ということで、なっているんじゃないかなと、うん、よし、はい、明日サッカー見るぞ、はい、明日は絶対サッカーを見てくださいと、はい、うん、ということでしたということですね、はい、ゾゾッとしちゃった、そうなんですか、あの、うん、まあでも僕の占いってよく外れるから最近当たってるらしいという、ありがとうございます、この間もですね2対1っていう点数当たったんですけど勝つ方間違えちゃってですね日本が勝つと思ったら、ね、そういう時もあるんです、うん、はい、あの、皆さん3対2で日本ですよ、3対2で日本です、はい、日本です、勝ったらいっぱい僕の投稿をシェアしてくださいしてください負けたら黙っててください負けたら見ないふり、負けたらというか、あの、外れたら、うん、あの、本当にこういたわってもらえたらなとそうですね、いたわりの声も、そう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 、うん、というですね、ことなのでということでしたというですね、はい、すみません、ちょっとこの場を借りてですね、ちょっとやらせていただいちゃったんですけど、うん、はい、ということでちょっとタイムラインを、うん、行って、うん、うん、なんか来た、なんか来た、あ、はい、のりさんこんにちは、ありがとうございます、大阪ののりさんですね、はい、そして、今日はちょっと新しくはないか、なんですけど、トール上田さんというですね、上田トールさん、このちょっと遠いですけど犬のあ、それワンコなんですね。なんだと思いました。暗くていまいち見えなかった。ったうん、あの、よく、あと最近はないですけど、こうクリスマスバージョンとかになるとですね、なんかトナカイとかなんか言われたりとかすることもあるんですけど、犬なんですね。犬なんですね。可愛いんです。すごい元気なですね。ワンちゃんなんですけど、すごいですよ。会ったことあるんですね、ワンコちゃんの。あります。すごい元気でですね、もうすごいですよ、もう。まあ。その上田徹さんというですね、はい、ありがとうございます、犬汁というですね、ああご存知ですか、聞いたことだけあります、ああそうなんですか、聞いたことだけあるということは見たことはないです、すいませんあの音楽情報バラエティというですね、はい、毎月第3火曜日の21時から配信をですね、ユーストリームで、ああ21時なんですね、第3火、あ、月1回なんですね、あ、月1時です、ああ、そうなんですか、うん、そうなんですよ、またよかったら、またちょっと見させて、うん、あの男性ミュージシャンがいっぱい出てきて、あ、イケメンが、イケメン、あ、見ます、うん、見ますそこですか、頑張って見ます、あ、頑張って、うん、あ、僕もゲストで一回出させていただいたことが、イケメンがイケメンじゃないかもしれないけど見ます、うん、ありがとうございます、はい、のりさん、まきこさん、こんにちはということで、うん、こんにちは、あ、あきらじゃなくてあきこしファイティンだよって、さっき僕のことだと思ってありがとうございます。僕じゃなかったのか。お気遣いありがとうございます。はい、我が家は晩御飯が早いのでということで、はい、のりさんこんにちはというご挨拶という感じですね。はい、のりさん、あきらのタロット占いによるとサッカーは3対2で日本の勝利らしいです。はい、間違いないと思います。間違いございません。はい、まあ、ただごくまれに僕の占いは外れることがあるので、ごくまれに、ごくまれにですね、そのごくまれが明日来るかもしれないけど、まあ、その時はあの、ごめんなさい、はい、ごめんなさいというか、うん、あの、忘れてください、忘れてください、なかったことにしてください、そう、なかったことにしてくださいあの、うん、ということでですね、はい、はい、ということで、はい、うん、なんですけども、実は今日僕あきこさんをですね、はい、こちらゲストに出てくださいって僕の方からもちろん言ったんですけども、はい、うん、あの、ちょっとあるお知らせがですね、はい、ありまして、まあ、ここの焼津ユーストリームクラブでこう宣伝をするのもあれなんですけども、うん、あの、僕が配信してるですね、ABS ですね、アキラブロードキャスティングシステムというのがあるんですけども、そちらの方でですね、またユーストリームの番組を6月の14日金曜日ですね、金曜日の夜に配信をするんですが、その場所がですね、好楽さんでやらせていただくんですよ。
焼肉ユーストリームアット交絡ということでですね、まあ、考えて、おります、まあ、実はこの間ちょっとですね、まあ、どんな感じかなって様子を見に、もちろん交絡さんの焼肉も食べたかったというのもあるんですが、うん、あのそちらでですね、行かせていただいて、あの爆弾低気圧さん来てた時ですよね、もう覚えちゃう嵐の男そうなんです雨男なものでですね、なんですけども、うん、その時のですね、まあ、本番と僕の中では思ってるんですが、うん、もう実は5人ぐらい参加がいるんですよ、はい、またこれからどんどん増やしていくんですけども、はい、うん、まあ、そんな感じでですね、やっておりますので、ですね、ぜひぜひ来ていただけたらなというふうにですね、はい、よろしくお願いします。なんですけども、高楽さんってあそこの焼津の三ヶ廟というですね、はい、あのバイパス降りてすぐですよね。はい、あ、もうかなり分かりやすい、分かりやすいです、かと非常に分かりやすいです、うん、思います、うん、なんですけども、まあ、あの高楽さん初めてという今日会うのですね、初めてという方がもういると思いますので、うん、まあ、あのいろいろとちょっとその辺のお話も、はい、うん、焼肉、はい、屋さんなんですよね。焼肉屋さんです、うん、ラーメン屋ではないです今日ライバルっていうか出るんですよね。先週も出たけど、あ、今週も、今週もですよ。そうですか。後編、あ、前編後編なんですね、うん、前編後編で、あ、うん、偽行楽が、偽行楽がとか言っちゃって、後から後付け行楽っていうかですねいいのかないいんですかねいいのか分かんないですけどね、まあ、うん、そうですよね。元祖ですから。元祖、あの高楽さんって同じ字を書くんですね、はい、うん、そしてラーメンもあるんです。あります。餃子もあります。餃子もあるラーメン屋でもあります。ラーメン屋じゃないけど、うん、そうなんです、はい、高楽ラーメンっていうのがあるんですね、はい、なので元祖ですよね。真似したのは向こうなんです、ね、そうです、そうです、うん、はいはい、こっちが先です。そうそう、こっちが先、はい、なんだそうですですね、焼肉屋さんですよね。焼肉屋ですはい、あのすごく美味しかったです。この間もですね、ちょっといろいろと、もういろんなものですね、ちょっと食べさせていただいて、ですね、もう外はものすごい雨降ってたんですけどもうそんなことも忘れてですね焼肉食べながらユーストリームですねそして、まあ、あのなんていうんですか、あの網のところにカメラをぶつけてですね、そこでこう焼いてるところをですね、やって、いいかったですね、はい、もう好評もありですね、うまそうとかですね、いうのもあったりとか、もうアキラ殺すぞみたいなですね、そんなちょっと怖いようなメッセージもですね、そんなところで焼肉食べやがってぐらいのですね、いう感じもあったりとかですね、したんですけども、うん、ちょっとまたですよね、ユーストリームの方ですよね、はい、やらせていただけたら楽しみです。楽しみですよね、はい、6月の14日ですもんね、うん、金曜日いいですね、はい、金曜日ということで、あのもしご興味ある方はですね、あの僕もフェイスブックのイベントで、あの結構ですね、まあ、告知はしているんですけども、はい、またメッセージとかいただけたらですね、まああの、うん、全然大丈夫ですので、はい、まあ、アキラのところとかですね、はい、高楽さんも、はい、フェイスブックページがありますもんね、はい、うん、あの高楽幸せに楽と、はい、いうですね、楽に幸せになるというか、楽幸せに楽というですね、幸せで楽しいんです。あ、そっかそっか、楽じゃ、楽じゃない、楽しちゃいけないですね、幸せで楽しい高楽さんですね、はい、あ、なんかそのお店の名前つけた時もそういうあれだったんですか。あ、お店の名前つけた時は私がまだこの世にいなかったので、うん、たちょっとわからないんです、はいはい、気にしたことが、あ、なんかでもなんでってことなかったんですか。聞いときます、すいません、はい、いえ大丈夫ですそうですね、ですね、うん、焼肉食いユースト、そうそうそう、焼肉食いユースト、そうです、ええなとですね、大阪の方がですね、のりさんですね、ぜひ来てくださいお願いします、はい、お願いしますそしてあきらさん感謝、あ、田中俊夫さんとお友達になりました。ああ、よかったです。プチアールさんというですね、はい、あの松山の方ですね、はい、昨日ですか、あ、昨日ですね、昨日僕ユーストリームでちょっとおしゃべりをしてたんですよ。で BGM で田中俊夫さんの楽曲を使わせていただいて、ですね、まあ、もちろん許可も取ってあるんですけど、うん、そこでですねプッチアールさんが見に来てくださってですね、この曲いいですねみたいな感じで、まあ、僕がこう田中俊夫さんって言うんですよっていう風な話になって、
で、まあ、ユーストリームの方で、あ、フェイスブックでした、フェイスブックの方で、田中俊夫さんをこう紹介させていただき、まあ、みたいなですね、いいですね、はい、いうことでですね、つながっていきですね、プチアールさんとは、はい、高楽さんというか、つながって西谷さんというか、いただきました。ああ、そうなんですね、はい、うん、そうですね、また静岡いらっしゃるかもしれないですもんね、はい、聞いたらいらっしゃったらぜひ、うん、ぜひお会いしたいですと思います、はい、はい、ですね、うん、なので、まあ、これはまず3対2、3対2、3対2、日本ですね、大丈夫かな、3点も入るかなと、うん、まあ、日本2点取られるっていうのは想像はついちゃいけないけど、うん、まあ、ブルガリア戦とかそういうのを見るとですね、そ ん, まあ、そんな感じになっちゃうのかなって思わなくもないですけど、うん、日本3点取るかなってですね、楽しみです、まあ、明日が、うん、まあ、やっぱここは1対0とか1対1とかですね、2対1とかって言ったらつまらないじゃないですか、占いとしては。そこはこうやっぱ勝負の3対2、勝負の3対 2, 3対2と勝ちます、勝ち、日本勝利ということでですね、後ほどフェイスブックにも、明日かな、明日の夕方試合始まるぐらい前ぐらいにですね、うん、またちょっと今日先ほど撮った写真と3対2日本ということで、まあ、やっていくというかですね、投稿をして、まあ、ツイッター、フェイスブックですね、ブログはちょっと怖いからやめといてそれは嘘ですけどですね、はい、まあ、そんな風にしておきたいと思います、はい、ということで占いコーナー前半終わりという感じでですね、うん、なんですけど、なんかちらっとなんかですね、今日の ありがとうございます。これはでも、ね、だいぶ時間経っちゃって冷えちゃった。あ、いえいえ、なんかありがとうございます。そうなんです、僕もですね、そう、あきこさんに昨日Facebook のメッセージを送らせていただいたときに、すごいこう困ったことが一つあってですね、はい、うん、なんかこう持ってきてもらうのなんか悪いんじゃないかなってすごい思うんですよ。やっぱ僕も人の子ですのでですね、やっぱ僕も人の子だからやっぱその両親っていうものがですね、良い心っていうものがあるからですよね、うん、で、まあ、そのあきこさんに送るメッセージのところで、まあ、明日は別に何も持ってこなくていいですよって書こうと思ったんだけど、皆さんも分かるじゃないですか、その辺の心理ですよね。まあ、例えばあきこさんが何も持ってこないつもりでこう用意しているところに何を持ってこなくていいですよって言うと、なんか持ってこなきゃいけないんじゃないかなってなる、そう考える人もいるじゃないですか。だからなんかそれは悪いな、逆にそれは僕の目的とはずれるから、うん、だと思ったんですけど、うん、でも何も言わなかったからなんか持ってきちゃったとかってなっても、なんかそれも悪いなっていうですね、ずっとその葛藤と戦い続けた1週間だったんです。気にしないでください。あ、そうなんですか。仕事なんで、ね、全然そうなんですよ。それはすごい分かるんですけど、はい、本当お金払わなきゃいけないんじゃないかとかですね。全然もう全然これは宣伝させていただいてるんで、ありがとうございます。はいはい、毎週ゲストとかどうですか。いやいや、何にも持ってこなくていいですよ。それはまたちょっと悪意がありますからやめますけど。はい、あ、プチアールさんありがとうございます。高楽さんのフェイスブックページを今リンクで、流してくださってですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうなんですよね、今、うん、今もう100いいねぐらい、もっと言いましたっけ。そうですね、ですよね、100ちょっと前ぐらい、うん、そうですよね、はい、はい、なんですけども、うん、うん、食べられるのが楽しみでゲストに呼んだんですね。いや、そんなことないです。そうなんだ。いやいやいや、ちょっと違います違います。いいんですけど。いやいや、そうじゃないんですよ、皆さん。それだったらもう14日もう持ちつ持たれつで。ああ、なるほど。そうですよね。はい、うん、14日のですね、PR という意味でですね、はい、お呼びしたんですよ、のりさん。そうです。食べてる姿を見てみんなが来たくなるなと思って。それちょっと今僕に今ハードル上げませんでした。そこはもう腕が、はい、腕が頑張ります。え、じゃあいいですか、はい、いただいちょっとすいません、豆もやしがもう、豆もやし、これ豆もやしなんですよ。豆もやしっていうんですね、なんかね、はい、豆ついたもやし、あ、ちょっともうあれです、ね、傾けちゃいましょうか、ふにゃふにゃになってしまいました。こんな感じいいですよね、はい、うん、これはなんていうお料理というか、アサリチムと言います。アサリチム、はい、はい、チムというのは、チムは韓国語で蒸すっていう、あ、アサリ蒸しっていうことなんですね。そうです、
で、はい、これはアサリのよくアサリの酒蒸しとかっていうのは居酒屋さんメニューでよく、はい、よくある話だと思うんですけど、これはどんな感じ？ニンニクだったりとか、うん、あ、唐辛子、ニンニク唐辛子、あとは調味料、醤油とか、醤油、そういったもので、うんうん、はいはい、味付けてあります。はい、じゃあ早速ですけど、はい、ちょっとアサリ、韓国人の人はすごく辛く食べるみたいなんです、はい、あ、そうなんですか。それはそこそこしか辛くないかもしれない。あ、そうなんですね。でも青唐辛子入ってますけどね。あ、青唐辛子ちょっといただいています。ちょっとアサリを方からですね、うん、あ、ちょっとなんかこういう貝割れとかなんかつけた方がいいんですか。貝割れと豆もやしをつけ、はい、こんな感じでですね、うん、はい、ちょっと気をつけて、はい、じゃあいただきます、はい、うん、そんなに辛くないですかね。あ、そうです。あ、でもピリッと、うん、辛いのが来てますね。うん、シャキシャキ言ってます。うん、シャキシャキ、あの、嫌になっちゃったけどシャキシャキ言ってます。いや、でもいいと思います。うん、こうアサリもですよね、うん、もうアサリもそうですけども、周りのもやしと、ね、あと貝割れのこの食感というかですね、はい、そうですね、うん、そしてそれにこのやっぱり唐辛子、唐辛子、うん、青唐辛子を使ってる。青唐辛子と、うん、あと見た目に派手にしてあげようと思って一生懸命赤い唐辛子も、あ、うん、粉唐辛子も、はいはい、で、あの、なんか一見これ辛いんじゃないかなって、こうやって皆さんにお見せしてもですよね、そういう風な印象って持つ方いるかもしれないんですけども、あの、意外とさっぱりとした、うん、辛さです。本当にちょっと辛いかなっていうぐらいなので、あ、そうですか、うん、あの、いや、まあ、すごく美味しいんですけども、あの、それだけじゃなくてですよね、なんか見た目、本当にこういう辛いのっていうか、見るからにこう普通に見たら辛そうじゃないですか。だからこう辛いの苦手な方なんかはこういうの見ただけですごくこうなんか敬遠しちゃうっていうかですね、うん、そうですね、うん、あ、こんな辛いのちょっと食べられないみたいなですね、もう食べる前からこう諦めちゃうみたいなところがあると思うんですけども、あの、そんな見た目ほど辛くなかった。そうですね、うん、ですよ。だからこれ、うん、ちょっと辛いの苦手な人もこれ大丈夫かもしれない、うん、ですね。タレともっと絡めるとタレが、うん、タレというのはこの下の、はい、ちょっとじゃあ、かもしれないですけど、はい、この辺をちょっと失礼して、はい、タレと豆もやし、ああ、そうですね、あの、豆もやしが結構、そうかな、うん、わかんないですけどですね、ちょっとやってみましょうか。ニャフニャ豆もやし、ニャフニャですね、でも大丈夫です。じゃあいただきます。うんうん、あ、でもさっきよりはちょっと辛いかなと思うけど、でも大丈夫。あ、うん、そうでもなかったのかな、今日のお唐辛子。そうですか。でもこれよりかけちゃうともっともっと真っ赤っていうか、もうすごい色になるんですよね。赤い唐辛子ってそんなに辛くないんですよ、この唐辛子自体は。あ、そうなんですか。逆に甘みがあるかな、うんうん、はいはい。それで、うちのもうすぐ生え、もうこれぐらい生えてきたんですけど、うんうん、夏になるとうちに青唐辛子がわさわさ生えるんですけど、はい、韓国から買ってきてっていうのいいのかな、うん、種まいて辛い唐辛子があるんです、これぐらいの、うんうん、はい、それを入れてあげるんですよ、しといて、はい、そうするとすっごく辛くなるんですよ。あ、そうなんですか。あ、それを入れてるわけではなくて、それを入れてるんですが、入れててもこれでちょっとあれかな、あんまり辛いとどうかなと思って少し、あ、そうなんですね、少し控えめにしてきたんですよ、実を言うと。私あんまり辛いの得意じゃないんで。ああ、そうなんですね。、はい、これはいつも幸楽さんのメニューに出てる、はい、なんていう、あれ、アサリチム、アサリチムというですね、はい、チムというのが蒸すというですね、はい、意味なんですよね。いや、ちょっとこれ美味しい、いいですね、これちょっと、うん、アサリチムですね。ちょっとまた14日も食べたいななんてちょっと思っちゃったりもするんですけど。はい、いやいや、ちょっと美味しいですね、これは。ありがとうございます。うん、箸が止まらなくなりそうなですね。感じ。一緒に食べた。あ、ご飯もいいですね。また、あの、まいみんさんとかだとマッコリとかですよね。ですね。うん、ですね。マッコリと一緒に。マッコリと一緒に。飲んで食べたいですね。飲んで食べてですね。うん、ぜひ14日に来ていただいてですね。ぜひ。うん、このアサリチムですよね。はい、あ、でもこれ美味しかったです。何回も言ってるけど、うん、本当そうですね。うん、なんかこう見た目も結構僕この
色が好きなんです。赤というかですね、うん、こう韓国行くとか行くと、うん、もう本当にこう繁華街とかにもなんかこういう写真がこうありますね、いっぱいこう貼ってあって、はい、もうそれ見るだけでも結構、うん、ワクワクっていうかですね、大好きなんですよこういう色が。うちも貼ってみようかな、玄関のところにパッとああいいかもしれないですね。韓国そういうの好きですよね、うん、そう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 、うん、あのすごく美味しかったので、ですね、うん、これ通販とかやってないですよ通販はやってないですいやいやこうのりさんとかですね、まあ、大阪の方、まあ、静岡に来てくれたら一番そうですね、いつでも、うん、ですよね、だと思うので、ですね、と思いますので、うん、はい、まあなんかお気に入りに入れておきます。何を、あ、ホームページの青木さんの、なんだろう、焼肉屋コーラホームページ、食べられるのが楽しみ、あ、これさっき言い訳いらないからさっさと食べなさいとか、あ、さっきのあれですか、うん、そうなんですよ、だから、うん、分かるじゃないですか、その何にも持ってこなくていいよっていうそのですね、うん、あのまた韓国とか行くと、はい、本当にそうなんですよね、何を持ってこなくていいよって言うと本当に持ってこないとかですね、表裏がないんですね、ないですよね、あんまりあの人たちには、うん、そうそうそう、あのいわゆる社交辞令っていうのが割と通じないというかですね、そうですね、うん、なのであのこれよくあることなんですけど、まあ、スペインなんかとかヨーロッパもそうなんですけども、うん、こうまた遊びにおいでとかですね、また来てくださいねとかって、まあ、お店だったらそれはまた来てくれるのはあるけども、うん、こうなんか友達がこう遊びに来てくれたという時にですよね、やっぱこう送り出す時にまた来てねとかですね、うん、まあ、一応言うじゃないですか、うん、日本だと、ね、もう絶対この人嫌っていう、来ないだろうなとか、もう絶対この人来るの嫌だ、来てくれるの嫌だなとかですね、そういうのがあると、いや、 あってもまた来てねとか、うん、今度こういうの用意しとくからねとかって、うん、また来てね、またそのうちね、またそのうちこういうのやるから来てねとかって、うん、いつでもこう通ったら寄ってとかって言うけど、それは別にその来てくれという意味じゃないけどですよね、うん、あの日本はそれで成立するけど、うんうん、あのやっぱ韓国だけじゃないんですけどね、来るんですよね。それでこうなんかあの結構そういうトラブルってですね、あの日本、うん、そうトラブルになってる。社交辞令っていうのってあんまり日本以外のところにないんですかね。ないわけじゃないんですけど、日本ほど徹底してないんですよね。確かに、まああのスペインとかいうとこ、ヨーロッパ、アメリカとかそういう人たちも社交辞令ってあるんですよ、また食事行きましょうってそのまたとかですね、いうのも、まあ、ないわけじゃないんだけど、うん、それほどですね、うん、実は日本ほどではないので、うん、だから本当に来ちゃうとかですね、うん、なんですよね、うん、なるほど、じゃあ、うん、これちょっと2人で食べちゃいます？どうしましょう？どうしましょう？真面目になんか上とかです。大丈夫か？大丈夫です。僕はそんな悪魔ではないですよ。2つ作ってきたから。そうですね。僕、人をこう鬼畜だとかなんかいろいろ言う人はいるんですけどね。誰ですか？そんなこと言う人。いや僕、まあ、ここの家はいないんですけど、あの人をこう鬼呼ばわりとかですね。ウミエル。もうこれで何回か撮ったから。ウミエル、あの動画残んない、声は残んないか動画付きで音付きの写真で、はい、うん、はい、でですね、まあ、あのそうなんですよ、この色がですね好きだという話をしてたんです。赤がいい、うん、赤いいですね、この食欲を誘う色ですよね。そうですね、食欲をそそる色というのと、もう辛いのが結構僕好きなので、もうガチガチに辛くしてくれて、僕はですね、うん、もう本当に勝負みたいな。あ、そうなんですか。あれ僕より年下ですよね。うん、あ、そんな年の問題じゃないか。今何の関係で年の話が出てきたんですか。いやなんかおじさんみたいな、ね、感じのリアクション取ったから、あの僕より年。いや、おっさんですよ、あの人。え、実は年齢そう詐称してると思う。僕より年上。な、まあ、それはそれでまた敬語つかなきゃね、これは。なんかちょっと態度変わっちゃうから、それはちょっと態度変わる。それちょっとあれですね。そうなんですよね。うん、はい、そうですね。まあそんな感じでですね。うん、あのこれちょっとまた後で、はい、これ真由美さんに取っとかないと。はい、ああ、よかったよかったよかった。アキラ全部食べたなとかですね。それが怖いからですね。ちゃんと次の番組用のも持ってきます。ああ、そうなんですか。はい、ありがとうございます。いっぱい食べてください。はい、じゃあもう一口。結構好きなんです、こういうのがですね。好きなんですね。うん、あの
でこのもやしが結構好きなんですね。豆もやしが私好きなんですよ。豆もやし大好きなんですよ。もうあこれちょっと取りすぎ大丈夫ですか。大丈夫ですか。すいませんね皆さん。あのちょっとアサリも食べたい。公開食事。公開食事。それでいいですね。なんか公開食事っていうのも。やっぱ公開焼肉。公開焼肉とかですよね。うん。こっちまでお腹空いてきちゃう。うん、食べます。いや、いいです。大丈夫ですか。あ、辛いの苦手なんですよね。じゃあいただきます。うんうん。コリコリって。やっぱこの辛いの、このピリッとこうくるのが、うんうん、結構好きっていうかですね。で、僕も韓国何回か行ってるからあれなんですけど、はい、うん、こう日本の食べながら食べ物がテロップで見えない。ああそうなんですね。プチャールさん失礼しました。そうなんですね。もう一回食べますか。じゃあだからそれが食べたいだけなんかって言われてますけど、じゃあこの辺で食べましょうか。あここなら大丈夫ですね。多分見えますねそれなら。じゃあちょっとすいません。はい、こんな感じですよね、うん、細いだ。はい、出来たてはもうちょっと太いんですけど、うん、あ、だんだん辛くなってきますねさすがに、うん、ずっと食べてると、うんうん、あ、でも全然いいですよこれ。心地よい辛さ。あ、いいです、うん、ですよ、うん、これぐらいがいいかな、うん。あの結構ですね、あのなんていうのかな、あの辛さ、日本にもキムチってとかこういうのってあるじゃないですか、はい、ありますね、うん、あって、で韓国ももちろん本場だからあるじゃないですか、うん、でその中でその日本の、まあ、全部とは言わないけど、うん、まあ、ある、まあ、あるところのキムチ、日本のキムチだと痛いだけなんですよ。こう食べて辛い、辛さが痛い、痛みをですね、うん、でも韓国、まあ、韓国のキムチもそれはいろいろあるんですよ。その辛いものもあれば、辛くないものもいいものも悪いものもってですね、うん、玉石混交っていう言葉があるんですけど、玉石混交、そうです、玉石混交、まあいいものもあれば良くないものもというですね、そういうですねのもあるけども、僕が韓国で食べたキムチって結構ですね、はい、あの旨味がある辛さなんですよ、うん、これ旨味がある辛さですね。ありがとうございます、はい、うまいですね、うん、あのなので辛いけど食べられちゃうんですね、うん、韓国のヒーヒー言いながらも書きながらも食べられるというですね、はい、うん、もう辛いの大好きだからですね僕、うん、あの、うん、これはぜひですね6月の14日にぜひ食べに来てください。作りますよ、たくさん、はい、6月14日、はい、うん、4000円。今日は食べないで、うん6月の14日に来て食べてなんですね、ということで、うん、ということでですね、あ、これこう、こうしましょう、こうなんか、あ、でもこれ広角こうですか、どうなってるの。そうですね、これが落ちてる、カメラが困る、カメラが先、え、どこですか、あ、これ そんな感じです。ああと僕これ置いた方がいいですかね。こうか、うん、嫌、うん、だ、どうでした、まあ、そんな感じですね、ありがとうございます。食べかけですけど今日はなんか占いとかでやりますか、大丈夫ですか。だ、占ってもらおうと思って。あ、そうだったんですか。来たんですけど時間ありますか。ありますよ、あります、あります、うん、大丈夫ですか。はい、すいません、なんか食べてばっかりなっちゃった。公開タロット占い。公開タロット占い。何について占いましょうか。今日は、ふふんだって。どうしました今日は、はい、今日はこれから先の恋愛運を。はい、なんで笑うのかな、失礼な。そうですよ。なんで笑うんですかね。なんでそれで笑うかな。いや、それは人間は恋愛をするものですよ。そうですよ、うん。ちょっと最近愛が足りないんで。あ、はい。はい、じゃあ、恋愛運。いや、これ向こうや。ですね。あきこさん、あ、ありがとうございます。ビールが進みそう、あ、そうですね、禁酒。あ、プチアルさん禁酒中なんですね。あ、そうなんですね。じゃあノンアルコールマッコリみたいなのがあったらいいですね。ノンアル、はい。甘酒と湿気、うん。
アキラさん全部食べてしまってないですよ。マイミンさんに残してあるから大丈夫です。大丈夫です。そんな僕は非常ではないです。どこどこここにいます。じゃあ恋愛、あ、恋愛をですね。見えるです、ね、見える。最近この構えにも凝るようになってはい、じゃあ、はい、ちょっとカードをちょっと混ぜていただけたらと思いますので、はい、お願いします。はい、今日は恋愛運をということでございました。ございましたっていうかこれからです。今からです。まだ終わってません。はい、はい、上上下はここのままでいいですか。はい、OK ですか。はい、ではですね、うん、はい、この中にですね、まあ、タロットカードなんですけども、はい、うん、4枚ですね、はい、選んでいただいてここにこう置いていただけたらというふうに思います。はい、はい、恋愛運やいかにと、いかに、うん、4枚、はい、あ、ついてきたから、あ、はい、はい、ありがとうございます。怖い。怖いんですか。怖い。大丈夫ですよ。きっと。うん、危険なものが出てきた。なんだか。うん。あ、イケメンが出てきた。はい、イケメンが出てきたんですが、ですが、そうなんですよね。まあ、逆さまを向いているというのも、まあ、それなりの意味があるんですが、あ、ね、まあ、ちょっといろいろ気になるカードはあるもの、あるとは思うんですが、まあ、まずここのです、ね、月のカード、はい、まあ、逆さまを向いているんですけど、はい、こっちは逆さま向いてた方がいいんですね、うん、月のカードのです、ね、不安の解消というふうな言い方をします。なので、まあ、あまりこう不安にならずにですね、うん、まあ、じゃあどうしていくのかというところなんですが、あ、ここにチャレンジャーというカードですね、うん、はい、チャレンジャーというカードが逆さまをこう向いている、うん、これはですね、こうある程度こう策略というか作戦とかですね、うん、まあ、そういったものを、うん、これからやっていく必要が、やっていく必要がというか、そういうふうにしていくといいですよというですね、うん、なんかこう自然な行き当たりばったりな恋愛とかは、あ、まあ、やってもいいけど、やらない方がいいのかなっていうですね、そんな、あの、感じです。うん、こうなんか出会い、今付き合ってる方とか、なんか好きな方とかも、もう今、あ、そうなんですね、はい、うん、なので、まあ、よくドラマであるようなこう一目惚れとかそういうのも、まあ、ないわけじゃないんですけども、うん、まあ、そういうのよりはですね、うん、こうなんか出会うべくして出会うというかですね、うん、なので、まあ、なんかどっかお出かけするにしても、なんかいろんなとこ外に出るにしてもですよね、うん、もうこの人と例えばなんか会ったと、誰か気になる人と会ったという時にですね、うん、その時にその人、まあ、気になる人がいたとしたら、じゃあどういうふうに持っていこうかなという、その次に会う日はとかですね、まあ、そういうとこちょっと計画性という意味がですね、非常にこう大切なところですね、はい、うん、もし今も計画性があってやられているようでしたら、そのままでもいいですし、うん、もしそういうのが自分にないなとかですね、思った場合は、一回ちょっと考え方であったりとか、ちょっとそういうの止めてみてですね、うんうん、止めてみてというのは実はこの死神のカードなんですね、停止とか、うん、ちょっと一回立ち止まって、ピタッと立ち止まってというふうなですね、うん、そんな意味がこれにはあるんですね。で、立ち止まっているもののですね、またやっぱりこれ日がまた昇っていくようにですね、うん、まあ、沈んでいく場合もあるかもしれないけど、まあ、登っていく場合もあるとかですね、まあ、常にこう一日いいですね、まあ、終わりのない夜がないようにですね、必ずまた明けてくるというですね、ことですので、立ち止まってちょっと考え方、今までのその恋愛だったりとか、あと、まあ、これからどういうふうにしていこうかなというところですね、考えていきながら、はい、ですね、また取り組んでいくっていうふうにしていけばいいのかなというところですね、はい、あとはこう落ち着いて、こうなんか、うん、あまりこうガツガツしないというかですね、まあ、時にはその攻めるときは攻めるのはいいんですが、はい、あまりこうそういうところ、攻めてる攻めてるっていうところをアピールしすぎるのはちょっと注意というですね、はい、ところ、太陽の、はい、逆
を向いているというですね、はい、まあ一言で言うとこれ、まあ熱くなりすぎてしまっているというふうにならないように注意というですね、はい、もしそういうふうになっていた場合はもう一回ちょっと自分を見つめ直しというちょっと止まってみるというですね、はい、常になんかこう止まっては確認止まっては確認というですね、ふうにしていくことかなと、はい、ふうにしていくといいんじゃないかなというふうにですね、思います、はい、うん、まあ、あとはこうチャレンジャーとかそういうちょっと楽観的な人、まあ、いい意味で楽観的ならいいんですけども、うん、こうなんか、うん、行き当たりばったりな人っていうのはちょっとおすすめじゃないかなというですね、はい、うん、そんなところが振り回されちゃうかもしれないですね、もしこういうふうになっていたら OK かもしれないんですが、うん、ちょっとですねこっちなので、うん、はい、かなというふうにですね思いますので、はい、まあ計画性ですね、計画性、うん、はい、ちょっと立ち止まって計画性、まあこう 道歩いてるだけでももちろん会うことはあると思うんですけども、またはこうなんか仕事をやられててですね、うん、なんかお客さんとかにこうお気に入りの人が出てきたりとかってこともあるかもしれないですけども、うん、こうなんか自分から攻めていくようなですね計画性、みたいなですね、はい、うん、まあ、なんかでじゃあ出会うどこに行くとかですね、うんうん、とかですよね、まあ焼津だったら例えばなんとかこん魚増し婚みたいなのをやったりとかですね、うん、いろんなこう出会いの場を求めて、うんうん、行くと、そこで誰と会うとかですね、うんうん、じゃあ気に入った人がいたらじゃあどうすると、うん、電話番号交換自分からするのかとかですねさせるようなこう話し方とかってあるんですけども、あ、うん、まあその辺はですね、まあまあ僕に相談してくれたらですね、はい、おいおい、ちょっと有料になっちゃいますけど、ね、そんなコミュニケーション手段なんていうのですね、まあ、ないわけじゃないので、うん、なんですけども、うん、まあ、まあ別にそれは友達価格でやりますよって感じで、ね、何を言ってるんだなって、まあそれは冗談ですけども、うん、なんかそういうですね計画性というのがまあ一つなんて言うんでしょうか、まあ、キーワードというかですねポイントになってくるのかなと、うん、いうふうに思いますので、はい、うん、計画して行動して一回立ち止まりですね、はい、計画して行動して立ち止まりというそういう形でこう繰り返していくというところですね、はい、うん、あとは自信を持ってというところ、はい、こう不安が解消されるとなってますので、はい、うん、まあ、自信を持ってこう飛び組んでいくというのがいいのかなと、はい、うん、まあ、そういう意味では恋愛運という意味ではこれからちょっとずつ上がっていくような、うん、今いいか悪いかという状態では決していい状態ではないんですけども、うん、はい、うん、だんだんこう上がってくるのかなというですね、はい、形かなと思いますので、はい、うん、頑張ります、頑張ってください、はい、はい、いいですね、どんな、あ、こんなこと聞いちゃっていいんですか、ね、なんかどんなタイプとかあるんですか、あ、もう、なんか韓流スターだったら誰とか、韓流スターだったら、はい、あ、誰だろうな、うん、誰っていうのは特にないんですけど、韓国人の男の人の、はい、うん、性格とか、はい、あの男らしいとことか、あと体みんな鍛えてますよね、平気やってますからね、そう、もう僕韓国歩いてて男の人もうこの人たち喧嘩しても絶対勝てないだろうなっていうそういう体つきの人ばっかなんですよね、そうですね、そうなんです、やっぱ2年半軍隊で教育受けてると違いますよ、ね、そうですね、うん、こんなことして、ニューハイスよ、あれニューハイスよ、あ、サリー見てたよ、あ、そうなんですね、あの何も言ってないですよ、悪いことは何も言ってない、いや、大丈夫です。はい。うん。あきこさん、最近愛が足りないとかって書いてます。足りないです。あきこさんの恋愛運、誰が大きく笑いましたか、白状しなさい。あの人です。あ、あの人かな、失礼ですよね。いや、この人は今来たばっかり。その人です、その人です。いやいや、違う。こっちの人も笑いましょう、思いっきり。恋愛運を持ってた時にドットなんか、ね、なんか失礼なディレクターがいました、失礼なディレクター失礼ですよね、うんうん、はい、ちなみにあきこさん、はい、お腹の丈夫な人はどうですか、好きです、好きです、なんでお腹の丈夫、のりさん、お腹の丈夫な人ってどういう意味ですか、あ、まあよくわかんないけど、まあ、辛いもの食べても大丈夫とか、あ、なるほど、お酒飲みすぎても大丈夫、大丈夫、そういうことですかね、まあ、大事、なるほど、そういうことか、はい、お腹が強い人、うん、
まあそんな感じでぜひこう計画性というところですね、はい、かなというふうにですね、はい、思いますので、はい、ということです、はい、うん、そしてあこんにちは、こんにちは、あそっかそっか顔見知りでした、うん、はい、まああと5分で、うん、そうですね、まあエンディングということなんですけども、はい、あきこさんのとこってなんか動画とかって幸楽さんの CM 動画みたいなのないでしたっけ？はないんですけど、あ青木さんが撮ったのかなあれ、じゃあ幸楽の幸楽の宣伝動画みたいなのあったじゃないですか。私あれあそうあのドッカーンって最後にそう あれ私が青木さんに教わって作りました。びっくりしました。最後に店内が爆破されるという、いきなりミサイルが出てきたからなんか宣伝が急に流れたのかなって僕思ったらですよね。そうですね、すごかったですね。あれ壊れちゃったから直せないから困っちゃうっていう話だったんですけど、うん、そうなんですよ、動画とかって撮られたりとかするんですね。たまに思いつくと、はいはい、うん、やって、まあ、ちょっとですねこれから教えてもらって、うん、ABS の方でもまたちょっと動画をですね、撮るだけじゃなくてこう実際にこう撮る人とかですね、まあ、そういう人もちょっといろいろと、うん、まあ、なんていうんでしょうかね、こう技術協力だったりとかですね、まあ、そんなのもしていこうかなというふうに思いましたので、はい、うん、今ですね、ABS、うん、はい、PM プロジェクトというのですね、はい、PM プロジェクトというのはプレイングマネージャーというふうにですね、言いまして、まあ、例えばこういう配信をする場合にしてもですよね、テレビだったら喋る人がいて、うん、カメラさんがいて、音の音声さんがいてですよね、はい、でもっと遡っていくと番組を作る人がいてですよね、うん、はい、っていうふうなこう分業がなされているので非常にこう段取りもしっかりしてるんですけど、うん、こういうユーストリームであったりとかこう、うん、例えば個人商店とかですね、はい、まあ、いわゆる個人じゃないと動けない人たちというのは、うん、そこまでの段取りが難しいんですよね、うん、そうですね、うん、そういう意味ではこう喋るこう番組作りもある程度でき喋れても、喋れないとっていうのも大事だし、喋、うん、りも大切だし、こういう音だったりとかこう映像とかですね、うん、まあ、そういうところの知識もある程度ですね、できてないとかいうふうにしていかないと、だんだんなかなかこう動画というのをですね、作りたいとか思ってても、うん、なかなか難しい、うん、そこで、そのいわゆるプレイング、まあ、こうやって喋っていながらも裏方もやれるっていうのがですね、そんなプレイングマネージャーですね、まあ、選手兼監督という意味なんですけど、はいはい、うん、そんな人をちょっとどんどんですね僕は作り上げていこうかなと、うん、ABS プレイン PM プロジェクトというです、ね、PM プロジェクト、はい、よかったら、まあ、なんか、はい、あれもう Facebook グループには僕あきこさんはまだなんですかね、まあ、もしよかったらお誘いしてですね、はい、よろしくお願いします、はい、いろいろとですね、はい、盗んでいただけたらなんて、はい、思います。はい、ということでですね、はい、例えばのりさん左にいるような人って僕のことあ、そう、それか、あ、そうなんですね、何を言ってるんですかのりさんって感じですね。はい、そして幸楽さんもユーストリーム配信したらどうですかって言ってますよね。プチアルさんがですね、うん、はい、松本配信はバーですって何バーバーって何ですか。あバーか、バーですよ、飲み屋さんのバーだと思いますよ。あ、うん、松本配信所っていうですね、長野県の松本ですね、で配信をしててです、ね、長野県なんですね。あ、プチアルさんは愛媛県の松山ですね。で、配信所っていろいろあるんですよ。プチアールさんのいるところが、まあ、プチアールさんが、松山配信所ですよね。そしてこののりさんがいるところが、のりさんが堺配信所、ね、あ、うん、あと神奈川配信所とか、この松本配信所で、僕は ABS 静岡配信所、あ、そうなんですね、うん、僕は静岡配信所って名前で、あ、まあ、ちょっと配信所のネットワークという企業もあって、ね、あったりとかするんですが、そうなんですね、はい、幸楽焼津配信所とかですね、いいですよ、そういう機材とかそんなノウハウもですね、その ABSPM プロジェクトの中でも言ってますので、はい、結構パソコンとウェブカメラがあれば、うん、できちゃうです、ね、またちょっとそんなのもですね、幸楽テレビみたいな。なんか言われそうです。それなんか文句言われそうですよね。こっちが後からのくせになんか文句言われそうですよね。なんですけども、うん、
あのまたですね、6月の14日金曜日ですね、の夜なんですが、ユーストリーム、焼肉ユーストリームアット行楽ということでですね、はい、ぜひあの ABS の方でやりますので、ABS 静岡配信所で検索していただけたら、僕もブログ、ツイッター、フェイスブック等でですね告知を出させていただきますので、はい、ぜひですね、焼肉焼いてる姿とか、はい、まあ、そんなのもですね、ぜひ見ていただけたらと思います。はい、たってなんか大丈夫ですか？大丈夫だと思います。はい。ということでですね、またアキラのタロットカフェ、来週ですねと思いますので、来週はですねゲストの方、モデルさんが来ます。結構最近出てきたモデルさんなのかな？いや前からいるのか分かんないですけど、東京とか静岡をこう行き来してて、ですね、結構お若い、多分21、22、23とかそんなぐらいの遊びに来よう。え？綺麗なお姉さん。実はですね、僕まだ会ったことないです。あらま。うん、多分来週打ち合わせで初めて会うんじゃないかなっていうですね方なんですけど、会いに来よう、うん、星崎恵里さんというですね。星崎恵里さんという。うん、またこうフェイスブックにもあるんですけど、結構可愛らしい感じの方なのでですね、まあ、ちょっとまたいろいろお話を聞きながらですね、はい、ちょっと ABSPM プロジェクトの中にもですね、入れていこうかなと、うん、まあ、本人がやりたいですって言ったらですけどね、はい、うん、やっぱりこのですね、こう喋るばっかりの難しい、やっぱりこうある程度、まあ、全部知らなくてもいいけど機材とかそういうところの使い方ちょっと結構簡単なんですよ、僕機械音痴なんですよそうは見えないんですけど全然、うん、なのでですね、全然なんですけどまあそんな感じのですね、ところなので、ぜひ来週も見ていただけたらなというふうに思います、はい、というふうに思います。はい、ではアキラのタロットカフェですね、お相手は私ウラインセラピストアキラでございました。そして、ゲストですね、焼肉屋幸楽さんの西谷明子さんでした。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。では皆さんまた来週ご覧いただけたらと思います。ありがとうございました。明日だぞサッカー。はい、明日サッカー3対2日本が勝ちます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。すいません。